注意。この動画では、機動警察パトレイバーに登場する人物について簡潔に解説します。解説に誤りがあるかもしれませんが、その辺は気にしないでください。ネタバレもありますのでご注意ください。こんにちは。この動画でメイン解説を務めます。雨の日に来たゴマです。ここではゴマと呼んでください。この動画のゲストで、聞き役と補足解説並びにアシスタントを務めます、モキです。確認のためにもう一度申し上げますが、この動画では、機動警察パトレイバーに登場する人物についてざっくり解説します。まずは機動警察パトレイバーの概要などについて簡潔に解説しますね。この作品は1988年を起点とした、10年後から数年間の近未来の東京を中心とした地域を舞台にした、メディアミックス作品で、レイバーと呼ばれるロボットを操り、敵レイバーと戦い、その中で葛藤しながら成長する、主人公とその仲間たちの青春群像を描いてるんだよ。漫画、OVA、テレビアニメ、ゲーム、小説、映画化もされてるんだよね。ちなみにゲーム、巨影都市や、スーパーロボット対戦、オペレーションエクステンドにも、一部のレイバーやキャラが登場してるんだよね。次はこの作品のあらすじについてざっくり話すね。近未来、ハイパーテクノロジーの発展により、汎用人間型作業機械、レイバーが急速に普及し、あらゆる分野で使用されるようになった。しかしそれは同時に、レイバー犯罪と呼ばれる、新たな社会問題を生み出すことになった。警視庁はこれに対抗するために、本庁警備部内に、特化車両2課を設立した。通称、特車2課、パトロールレイバー中隊、パトレイバーの誕生である。というのがこの作品のあらすじなんだよ。次はこの作品に登場する、主人公とその仲間たちと彼らの所属する、特車2課についてざっくり紹介、解説するね。主人公と仲間たちが所属する特車2課は、第1小隊、第2小隊と2つ存在しており、主人公は第2小隊に属しており、さらに特車2課にはレイバーの整備を担当してる特車2課整備班もいるんだよ。第1小隊はエリートで真面目な人が多いのに対し、主人公が属する第2小隊は、正規の警察教育を受けてない新人や問題警官など、問題児ばかりが多いんですよね。特車2課が主に行う任務は、イングラムという名のレイバーに乗り、レイバー犯罪の取り締まりや、事故の救出作業だけど、第2小隊は出撃の度にレイバー、街、車などをよく壊すため、世間からの評判は悪く、金食い虫などと比喩され、さらには、第2小隊が通った後にはペンペン草も生えないとまで言われてるそうだよ。それと特車2課第2小隊は、栄光の初代、無個性の2代目、無能の3代目と3代いるんだよね。次は特車2課、第2小隊に所属する、主人公とその仲間たちについて紹介、解説するね。ちなみに全員、ミニパトのようにデフォルメされた姿で登場しますので、その辺は注意並びに覚えておいてください。ついでに特車2課整備班から2人、第1小隊から1人、ゲームオリジナルキャラを1人解説します。ちなみに特車2課の敵や、イングラム並びにレイバーについての解説はカットさせていただきます。主人公と第2小隊のメンバー、第1小隊、特車2課整備班の順番で解説しますね。泉野は、イングラム1号機のパイロットで階級は巡査。イングラム1号機にアルフォンスと名付けて溺愛しており、ソフトウェアに無知なロボットフェチな少女なんだよ。イングラム1号機が傷つくことを嫌うなど、レイバーへの愛着は強く、生まれつき機械との相性が良いと言われるほど、操縦の腕もいいんですよね。性格はまっすぐな上何事にも一生懸命で、思考基準は良くも悪くも単純で通俗的なんですよね。ちなみに実家は酒屋で、ノア自身も酒に強いんだよね。ノアを含むメンバーは、数年後には特車2課を去るんだけど、2課を去った後、ノアは篠原重工のレイバー開発部専属テストパイロットになったんだよ。篠原アスマ、階級は巡査で、イングラム1号機のバックアップを担当する泉ノアのパートナーで、脳ガキが多い割に一人じゃ何もできない若造なんだよ。イングラムを開発した篠原重工の御曹司でもあり、そのためレイバーのシステムに関しては詳しく、さらに御曹司であることをいいことに、篠原重工側に無茶な要求をすることがあるんだよ。それとアスマには兄がいたようで、兄はこの世を去ってるんだけど、兄の死が原因で父親とは仲が悪いんですよね。ちなみにアスマの父親は篠原重工の社長なんだよね。正義感が強く、へりくつ屋で頑固な性格だけど、パートナーのノアをなんだかんだで気にかけたりもするようで、お互い仲も良く、彼女にはそれなりに好意を寄せてるんだよね。
以下を去った後は、アスマは篠原重工のレーバー開発主任となり、さらに篠原重工のレーバー開発部専属テストパイロットになった泉の後は講師にわたるパートナーとなったんだよ。後藤喜一、特殊に課題に招待の隊長で階級は警部補。頭は切れるけどやる気があるのかないのかさっぱりわからない謎の多い人物なんだよ。性格は適当で普段はひょうひょうとしてていい加減で頼りなく見えるけど、実はかなりの切れ者で、昔はカミソリ後藤と呼ばれてたようで、今でも時々その片鱗を見せるそうですね。しかも、銃は持たない、銃を持った相手には逆らわない主義だそうで、さらにヘビースモーカーな上水虫持ちで、普段はサンダルを履いてるんですよね。ちなみに後藤さんは結婚してるようだけど、奥さんはこの世を去ってるようで、さらに後藤真帆子という姪がいるんだよ。二課を去った後は、後藤さんはとある二人の人物と小さな警備会社を設立するけど、放慢経営と無茶な業務内容がたたって、一年を待たずして会えなく倒産。その後後藤さんは行方不明になったんだよ。大大佐を、イングラム2号機のパイロットで階級は巡査。気真面目で正義感が強くちょっと都合心な直上傾向で、トリガーハッピーで粗暴な警察官なんだよ。第二小隊のメンバーの中では数少ない正規の警察教育を受けた現職警察官で、銃を撃つことを生きがいとしてる熱血感で、さらに短期で挑発されるとすぐ暴れ出すんだよ。レイバーの射撃に関しては見事な腕前の持ち主なんだけど、普段の現場では的を外すことが多いんですよね。ついでに生身の人間にリボルバーカノンを撃ったことがあるんだよね。問題警官、正義の強戦士、歩く火薬庫、瞬間核融合炉、マッドポリスマンなどと評されており、しかも第二小隊の悪評の元凶とも言われており、さらにアイドルオタクで達筆なんだよね。二課を去った後は、太田さんは後藤さんともう一人の人物と共に小さな警備会社を設立するも倒産。倒産後、経緯は不明だけど、太田さんは暴力事件を起こして収監中の身になってしまったんだよ。新清水康、階級は巡査でイングラム2号機のバックアップを担当。コンピューターには強いけど、度胸のかけらもないサラリーマンなんだよ。第二小隊のメンバーの中で唯一の最大者で、愛妻家並びに強妻家で、脱サラして警察官に転職し、後藤さんのスカウトで特殊二課に配属されたんだよね。気が弱く、太田さんの暴走を止めることができず、一時期は2号機の指揮を交代し、後方支援のキャリアに回ったこともあるんだよ。それと常に薬を常用してるんだよ。性格は温厚でおとなしく、普段はほとんど怒らないけど、たまに切れることがあり、その時はメガネが光り、太田さん以上に暴走し、誰も手がつけられなくなるんだよ。酒癖も悪く、酔った時は切れた時と似たような状態になるんだよね。さらに胃薬を飲む時は太田さんから、うまそうに胃薬を飲むなぁ、と怒鳴りつけられたこともあるんですよね。二課を去った後は、紳士さんは前述の後藤さん、太田さんと共に小さな警備会社を設立するも倒産。倒産後は友人とソフトウェアの会社を設立して成功を収めたんだよ。山崎博美、階級は巡査で、イングラム1号機輸送車のキャリアを担当。操縦者志望ながら、巨体ゆえにレーバーに登場できない悲劇の巨人なんだよ。通称はひろみちゃんで、身長が2メートルもある並外れた巨漢だけど、繊細な心の持ち主で、料理や家庭菜園を好み、動物を愛する人物なんだよ。性格は温厚で涙もろく、怖がりで争いを好まないんですよね。実家は漁師をやってるけど、ひろみちゃんは船酔いがひどいため、家業を継ぐことを断念し、警察官になったんだよね。しかも器用な上すごい怪力を持ってて、重火器を任されることが多く、重量 30kg もある、合計 20mm の対レーバーライフルを単独で運搬し、車種を務めたこともあるんですよね。それとひろみちゃんは故郷に婚約者がいるようで、はっと目を引くエキゾチック美人だそうだよ。そして二課を去った後は、帰郷して家業を継いだんだよ。カヌカクランシー、階級は巡査部長クラスのサージェントで、イングラム2号機のバックアップを担当。足りない女っ気を補うために、アメリカから人材交流でやってきた帰国子女なんだよ。ニューヨーク市警察から半年間、研修のために第二小隊に派遣されてきたようで、ニューヨーク遊戯の大胆な行動が得意で、非常に才能のある人物で、イングラムの操縦もうまく、時々英語混じりの会話をするんだよ。クールで現実主義者だけど、本質的には太田さんと同じ実力行使主義者で、太田さんとは馬が合うようで相性も良く、誕生日には太田さんと国際電話で会話するなど、親密な関係を保ってたそうですね。それと、コルトガバメント、MH911AH という拳銃を愛用しており、銃砲と不法所持となる日本でも堂々と持ち歩いてるんだよ。ついでにノアに次いで主号なんだよ。
熊神武雄、通称はおたけさんで、階級は巡査部長でイングラム2号機のバックアップを担当。頭脳明晰な上優秀で、レイバーの操縦能力も高いんだよ。文武両道に秀でた才女で、柔道の腕前も高く、ジャックナイフと呼ばれてるんだよね。カヌカとは価値観の違いにより、相性は最悪で終始険悪なムードが漂ってたんですよね。そんなおたけさんにも弱点があり、心霊現象が好きな父親の影響で、怖い話や幽霊が気絶するほど苦手なんだよ。ちなみにノアはパニック状態になって怖がるおたけさんを見て、可愛いと言ったそうだよ。ニカを去った後は、おたけさんは神奈川県警察交通機動隊のレイバー隊副隊長に抜擢されたそうだよ。空谷みどり、階級は巡査でイングラム3号機のバックアップを担当。プレイステーション専用ゲーム、機動警察パトレイバー、ゲームエディションにのみ登場する、ゲームオリジナルキャラクターなんだよ。ゲーム内に出てくる環境テロ組織の海の家を、地球に優しいテロリストと評したりと、かなりの天然ボケなんですよね。ついでにみどりはプロレスが好きで、感染中は我を忘れ、そばにいる人に無意識に関節技をかけちゃうんだよ。それと彼女は静かに切れるタイプだそうで、ファンだった引退プロレスラーが酒を飲みレイバーに乗り、暴れた際にはその本性にショックを受け、本気で切れたことがあるんだよ。ついでにみどりは人質になり、暴走レイバーの操縦席に閉じ込められたこともあり、その後前述で自身を人質にした犯人を逮捕した時は、関節技をかけて謝らせたこともあるんだよね。ラグモシノブ、特殊に課題1小隊の隊長で階級は警部補。反社会的なことに対し異常なほどに潔癖で、信念に反すれば上司にも切れる女隊長なんだよ。特殊に課の実質的な責任者でもあり、優秀な指揮官であり、レイバーの操縦も上手いんだけど、後藤さんとこの問題児たち、並びに第2小隊の活躍ぶりにいつも頭を悩ませてるんだよ。でも後藤さんや第2小隊のメンバーにも信頼を置いてるようで、同僚の後藤さんとは友人以上恋人未満といった関係で、それ以上の進展とかは特になかったんだよね。さらに忍さんは射撃訓練の成績も優秀で、シグ、ザウェル、P210 という拳銃の名手でもあるんだよ。ニカを去った後は、忍さんは国連職員に転職し、中東の難民キャンプで、難民高等弁務官事務所のスタッフになったそうですね。榊聖太郎、特殊ニカ整備班長で通称はおやっさん。整備の神様と呼ばれる大ベテランで、機械に対する愛情は誰にも負けないんだよ。レイバー隊の闇将軍とも呼ばれており、一目見ただけでレイバーの状態が大体わかるほど、整備の腕は超一流で、後藤さんとも馬が合うようで、周囲からの信頼も厚いんだよ。ついでに若い整備班の隊員からは恐れられており、さらに榊さんの説教は一度始まると最大半日続くようで、俺たちの若いコロワナーが説教時の語り癖なんですよね。整備班長を引退後はニカを去り、一人で静かに暮らしてたけど、その後の話ではこの世を去り、整備の神様として祀られてるんだよ。しばしげお、特殊ニカ整備班主任で通称はしげさん。前述の榊さんの一番弟子で有能なメカニックでもあり、ムードメーカーでお調子者だけど、部下思いな一面もあるんだよ。しげさんは最初はアニメオリジナルのキャラクターだったけど、後に漫画に逆輸入されたんだよね。それとモデルはしげさんの声を担当してる。声優の千葉茂さんだそうですね。整備班の若頭的存在で、整備班員の実質的リーダーでもあり、レイバー整備の現場を取り仕切っており、整備班長の榊さんには崇拝と言っていいほどの敬意と信頼を寄せてるんですよね。整備の腕は一級品で、ソフトウェア関係が得意なようで、数々の人物を作り上げたりもしてるけど、大抵のものはあまり役に立たないそうだよ。榊さんがニカを去った後、しげさんは整備班長となり、その後の話でもしげさんは特殊ニカ整備班長として登場しており、しかも実写版のしげさんは千葉茂さん本人が演じてるんですよね。というわけで、機動警察パトレイバーに登場する、特殊ニカに所属する人物たちについて簡潔に解説したけど、どうでした？特殊ニカのメンバーは、警察官というよりは、正義の味方っぽいということがよくわかりました。それではこの辺で、解説は終わりにしますね。最後までご視聴していただき、ありがとうございました。